いいだろう。1 2 3 4 5。あ、さよなら。待て、山田は。しまった。ああ、もうせっかく手に入れたのに。あん野郎、逃げ足だけは早いんだから。じゃあワニズか。おお前何驚いてんだよ。バカ、驚いてなんかねえよ。そんなことよりお前こんなとこで何やってんだよ。日比野を探してんだよ。日比野？ああ、俺の相棒、あのひょろっとしたやつ。ああお前見かけなかったか。さあな。そっか。どうしたんだよ。いや、アバが。なんだよ。まさか。じゃあ俺先急ぐから。待て。なんだよ、凛ちゃん。お前持ってんだろ。何を。やばい。俺は宝なんか持って。あ、しまった。やっぱり。どれ。あ、だ。けどなんで。俺にはな、ドラゴンレーダーがあるんだよ。ドラゴンレーダー。何にしてもお前のとこに戻ってきてよかったぜ。誰がお前なんかに。あ、これはな。俺と師匠の絆の証なんだよ。誰にも渡さねえ。おりゃあ、いた。さあ、今度こそ本当に手に入れたぞ。大戦。わし会長につけ。2000年だ。わし会長につけ。意外な力を発揮するものだな。お、こいつは俺が預かる。誰だお前は。またお前か。一体何者だ。返せ。あ、この野郎。あ、こいつの前では機械類はその機能を果たさない。だったかな。待て。なんだよ、結局宝奪われちまったじゃねえかよ。うるせえ。ったく、俺がいねえと何にもできねえんだから。違う、アーマーの調子が悪いだけだ。調子が悪いのはそいつだけか。あ、ったく、どうしちまったんだよ、急に暴れ出しやがって。危うく殺されるかと思ったぜ。ごめん、悪かったわ。なんかの発作か。俺にもよく。ただ、最近あんな風に頭が痛くなることが多くて。俺と一緒にいた頃はそんなこと一度もなかったぞ。ああ、もしかして疲れてんじゃねえのか。かもしんない。よし、仕方ねえな。もう一度お前と組んでやるか。はあ、なんでそういう展開になるんだよ。今のお前には俺の力が必要なはずだ。あのな、お前が強くなったんじゃないの、俺が弱くなったんだ。ああ、あの会社に入ってからふぬけになっちまったってことだろ。ああ、もうそういう意味じゃなくて。じゃあなんだよ。もうちょっと立たせてくれよ、重いんだよ。ったくしょうがねえな、お前。よいしょ。ほら。あのな、カクカクしかじか。そうなの。そう、あの宝にそんな力が。ああ、で、その服がね。分かった。しかもお前がヒゲを永久脱毛してたなんてな。そんなこと言ってねえよ。あ、今のカクカクしかじかにはそれは含まれてねえのか。含まれてません。あ、アーマーの調子が戻った。じゃあ俺行くわ。お前ほんと弱くなっちまったな。はあ、今のお前は
冒険家としては下の下だ。おい、なんだよいきなり。ったく、そんな機械に頼ってるようじゃしょうがないってことにまだ気づかねえんだからな。あのな、俺は一流になるために頑張ってんの。富も名声も欲しいし、そのためにブランド社に入って必死になってやってきたんだよ。おかげでランクも上がってそれなりに名も売れてきたけど弱くなった。弱くない、疲れたかもしんねえって言ってたじゃねえか。それは昔のお前はよ、どんなに苦しい冒険でも疲れたなんて言ったことはなかったよ。疲れることより冒険で手に入れる楽しさの方が。楽しいだけじゃ何も手に入んないんだよ。欲しいものが手に入んないんじゃ何のために生きてるのか分かんないじゃないか。おい、なんだよこれ。覚えてるか、これ。俺とお前が二人で勝手に作ったお手製のライセンスカードだ。お前まだ。この頃は楽しかったよな。毎日がワクワクドキドキしててよ。なのに突然お前が変な組織に入っちまってよ、機械にばっか頼って命令されて宝探してランクばっかり気にして。お前今楽しいか、楽しいのか。だったらよ、思い出してみろよ。何のためにトレジャーハンターになったのか。金を稼ぐためか、名声を得るためか、違うだろう。俺たちはただ冒険をしたかったんじゃねえのか。刺激と興奮を手に入れる胸のすくような大冒険を。もう一度二人で組んでどでかい宝を手に入れようぜ。うん、ま、しょうがねえな。ほら、今回の宝は俺には厄介すぎるしな。は？だから、うん。おおお、よろしくな。でも手を組むのはとりあえず、とりあえずだからな。宝を奪ったその後は、どちらが手に入れるか、改めて勝負だ。うん。上等だよ。